アイテム番号 SCP-779JP。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-779JP はサイト、8181地下の204番金庫に重ねた状態で保管し、常時監視カメラで監視してください。実験を行う場合はレベル2職員3人以上の許可を取ってください。実験を始める前に部屋に、カントニー製のカラーコーンを設置したことを確認してください。実験時の SCP-779JP。説明 SCP-779JP はアメリカの企業。カントニーで製造されていた1体のポリエチレン製カラーコーンからなります。以下それぞれ SCP-779JP、A、B と呼称。SCP-779JP の材質に異常性はなく容易に破壊することが可能ですが、破壊するとその時一番近い位置に存在する同じ製造元のカラーコーンに異常性が移行します。SCP-779JP 収容違反記録参照。カントニーを調査したところ SCP-779JP についての異常性は認知しておらず他に不審な点も発見されなかったため、SCP-779JP と同規格のカラーコーンの生産、流通を差し止めた上で社員全員に記憶処理を施しました。現在、回収部隊による同規格のカラーコーンの探索、収容が進められています。SCP-779JP が活性化すると、SCP-779JP-A、SCP-779JP-B の表面に通常の黒色のペンキで書かれた、Each Security という文字が出現し、それと同時に双方の SCP-779JP 間に厚さ 12.1cm、高さ 2.27m の不可視の障壁が出現します。活性化のタイミングは不規則であり、現在10秒を550時間の間隔で活性化し、20秒ほどで非活性化します。障壁は SCP-779JP の底面より下部には発生せず、一方の SCP-779JP の円錐の頂点にあたる位置から始まり、もう一方の SCP-779JP の同様の位置まで続きます。障壁はあらゆる物体を通さず、また異常性の発生間は SCP-779JP、障壁ともに、完全に不動です。障壁の出現時、空間中における突発的な物体の出現によって強い衝撃波が発生し、剣に設置されている物体はその高度に関係なく分断、破壊されます。また障壁の消失時には、消失箇所が一瞬真空状態に陥ることにより突風等が引き起こされます。なお一方の SCP-779JP にもう一方の SCP-779JP を重ねることで異常性をなくすことができます。SCP-779JP 間の障壁が発生する距離の上限は現在確定されていません。SCP-779JP 収容違反記録。1906年04月21実験用屋内中庭にて実験のため異常性を発生させた。異常性が消失した際、障壁の消失による突風が発生。強烈な風に煽られた SCP-779JP-A が壁に接触し、大部分が破損した SCP-779JP-A 自体の経年劣化も影響していたとみられる。一時はオブジェクトクラスを新たにニュートラライズドに当てる検討もされたが、約147時間後、約200メートル離れた民間の倉庫に保管されていた同型のカラーコーンと SCP-779JP-B 間に障壁が出現。サイト、81、の壁、機材、地形の破壊、D クラス職員2名、民間人名の死亡を引き起こした。SCP-779JP が異常性を有させる性質を持つことが確認された。以後実験を行う場合には同じ空間に同型のカラーコーンを2個以上設置することが義務付けられた。実験記録 SCP-779JP-3、1906年04月23日。実施方法。SCP-779JP を3メートル離し設置する。結果記録開始から約77時間後、異常性が発生。障壁が出現しそれによる衝撃波が発生した。15秒後異常性が消失。分析衝撃波の発生は、大きな体積を持つ障壁が空間中に瞬間的に出現し大気が押し出されたことによって引き起こされていると見られる。
威力としては爆薬を用いた高速爆豪現象と同程度だ。実験記録 SCP-779-JP-6、1906年0月24日。実施方法。防弾ガラスで作成された水槽を設置し、SCP-779-JP の頂点をそれぞれ左右逆向きに向けた状態で3メートル離し、水槽の中に入るようワイヤーで吊るす。異常性の発生後、水槽に水を投入する。結果約38分のち異常性が発生。螺旋状に生成された障壁が水の中に確認できた。23秒のち異常性が消失。分析障壁は SCP-779-JP 同士の設置向きによって形状が変化することが確認できた。なお障壁の出現中に SCP-779-JP を動かして障壁の形状を意図的に変えることはやはりできなかったことを付記しておく。SCP-779-JP の影響によってできた地割れ。ホイ、発見経緯、1906年4月18日早朝、アメリカ合衆国カリフォルニア州南部のカラにかけて突如大地に約 1300km の地割れが生じました。報告を受けた財団が迅速に調査した結果、割れ目の両端に SCP-779-JP を発見し、収容しました。衝撃波等の影響で、名の民間人が死亡し、目撃者にはクラス A 記憶処理を施した上でカバーストーリー、大規模な横ずれ断層による地震、が流布されました。この事象以降、財団所有の地震発生、狙撃を用いての地殻変動による、割れ目をより自然現象に模倣するための作業を現在も試みています。もともと同じ工事現場で使われていた SCP-779-JP が、資材同域のため自動車等の交通機関に運ばれて長距離の間隔が開いたことで今回の事象を引き起こしたものと見ています。尾行 SCP-779-JP が生じさせる障壁は直線的だ。地球の局面に切れ込みを入れることも簡単にできる。重ねて金庫にしまっておけばまさにセーフだろうが、万が一ということも考えなくてはならない。海に囲まれた島国なら長距離離したとしても少しの猶予は作れる。ブラジルに片方持っていくようなことは起こらないだろうが。白波瀬博士、